はい、やってまいりました。こちらは秩父鉄道影森駅です。埼玉県秩父市までやってきました。それではここからね、とあるロケ地目指して歩いていきたいと思います。行ってみましょう。いや、しかしすごいですね。奥にそびえ立つ山がすごく迫力ありますね。なんだろう、採石場になってるのかな。で、今回向かうロケ地なんですけれども、とあるお寺をね、見に行こうかなと思います。ただね、そのお寺行くにはね、ちょっと特殊な行き方があるのでね、そちらも紹介できればなと思いますので、この道を、このね、素敵な道をどんどん、歩いていきます。お、見えてきた。あれだな、あそこが入り口ですね。会社の入り口ですけどね、守衛さんにね、お話しに行きたいと思います。すみません、あの上のお寺、あの参拝したいんですけれど。はい、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 というわけでね、昭和電工さんというね、会社さんの、敷地を通ってきました。ではここからとあるロケ地を目指していきたいと思います。いや、でもすごいですよね。会社の敷地内を通っていくなんて、なかなか結構珍しいロケ地巡りじゃないかなと思います。ではこの山道をどんどん登っていきたいと思います。行ってみましょう。いや、すごいなマジで大自然だ。ちょくちょくですね、この会社の人ともすれ違うんですよね。だから休み時間とかお参りに来てるんですかね。職場の敷地内にこんな大自然があって、まあね、お寺があってロケ地があるなんて、めちゃくちゃ羨ましいですよね。おお、そびえ立つ壁だ、やべえぜよし、この階段を頑張って登っていきます。階段急すぎんかこれ。うわ、上見えないんだけど。しゃあ、登った。しかし、まだ上があるんですね。あ、でも見えてきましたね。よし、もうちょっとなんでね、頑張っていきましょう。よっしゃ、到着。こちら円融寺岩井堂です。やばい、この佇まい、いつ見ても素晴らしい。それでは早速ですね、こちら岩井堂のロケ地巡りを始めていきたいと思います。行ってみましょう。Thank you.
ちらが岩井堂でした。こちらは仮面ライダースーパーワン第2話、そして劇場版仮面ライダースーパーワンに使われていました。劇中の設定としては玄海老氏と弁慶が住んでいる、石神寺という設定でしたね。こちらで沖和也が石神少林拳の修行をしていました。劇中と比べると当時から変わってはいないんですけれど、こちらの灯籠ですね、こちらが若干位置が動いている感じがします。多分もう少し上にあったのかな。はい、そしてこの岩井堂まで続くこの石の階段、こちらではね、仮面ライダースーパーワン第2話、石神寺のね人たちの修行シーンが撮られていました。その修行シーンはね、2つの灯籠が映り込みますので、おそらくこの石段で石神寺の人たちのね修行シーンが撮影されたものだと思われます。この石段をね、うさぎ跳びはなかなか鬼畜ですね。おい、気をつけろ、蛇だ。よいしょ。はい、岩井堂です。こちらはね、このように舞台の方までね上がることができます。こちらで沖和也、玄海老氏、弁慶が座禅を組んでましたね。まあ、スーパーワン放送当時はね、向かいの山が一望できていました。今はね、もう木々が生い茂っていて、まるで見渡せないようになってますね。こちら岩井堂は江戸時代中期に建てられたとのことですね。詳しい年代はね、ちょっと調べても載ってなかったのでね、不明なんですけどね。うん。いや、でもすごいですね。なかなか、年代を感じる佇まいをしています。でね、前回はこの上行ってなかったのでね、今回はこの上を、目指してね歩いていきたいと思います。さあ、そしてね、先ほどの岩井堂の上を、登ってきました。もうね、道なき道でね、めちゃくちゃ大変だったんですけど、はい、こちらたどり着くことできました。はい、こちらの観音像、こちらの前でも、仮面ライダースーパーワンの撮影が行われていました。沖和也が、修行したりとか、仮面ライダースーパーワンのね、特写が撮られていました。ここを実は結構探しました。こんなね、道なき道をね行ったところにあるなんてねまあ、来るのが大変なのかね、仮面ライダースーパーワンの本編でもね、あんまりこの場所は使われていませんでした。いやー、ですけどね、まあ、来るのが大変だった分、このね、観音様見れて本当にありがたいです。でね、この観音様の近くには、秩父研修堂というね、お堂もありました。うん、いや、でもなんか、味がありますね。いいね。でね、多分なんですけれど、沖和也がね、祠の前で修行しているシーンがあったんですけど、その祠がおそらくこれだと思うんですよね。多分ちょっと場所移動してますね、この祠。沖和也が修行していた、本来祠があった場所、見つけられませんでした。まあ、祠自体はね、この研修堂に移設されています。はい、というわけで、岩井堂でした。いやー、ここはね、何度来ても素晴らしい、本当に。人もほとんどいないんでね。もうこの風景独り占めはね、ほんと贅沢です。うん、もうロケ地抜きにしてもね、景色も雰囲気も最高でした。それではね、次のスポット移動していきます。よし、じゃあここ下っていきましょう。はい、一旦岩井堂降りてきました。次はね、こちら隣のね神社、こちらのロケ地巡りをしていきたいと思います。また階段まあ頑張って登っていきます。階段を登り切りました。疲れた。もう、岩井堂でも、限界だったのに、さらにここまでね、登らされるとはね。はい、こちらのね、神社、こちらのロケ地巡りをね、やっていこうと思います。よっしゃ、気を取り直して、行ってみましょう。
というわけで以上、琴平神社でした。こちらは仮面ライダースーパーワン第2話沖和也の地獄稽古のシーンでこちらが使われていました。もうね、こちらも当時のまま残ってますね。この鳥居もね、なかなかいい味出してますね。すごく苔むしててね、年季を感じさせます。で、こちらにはですね、まあなぜか相撲の土俵がありますね。スーパーワンではね、あんまり映り込んではいなかったんですけど、おそらくね、スーパーワンの頃からあるものと思われます。こちら琴平神社は創建年数はね、不明みたいなんですけどね、どうやら安土桃山時代からあるとされてるみたいですね。とすると、とんでもない歴史を持つ神社ということになりますね。このね、琴平神社の脇の方、この場所でもね、沖和也の修行シーンが撮られていましたね。あ、この2つの祠もね、そのままですね。はい、というわけで岩井堂、そして琴平神社でした。いや、もうね、ここまでね、当時からずっと変わらないでね、残ってるとね、もうすごくテンション上がりますね。うん、いや、やばいですね。もうテンション上がりすぎてちょっと歌いたくなってきちゃいましたね。Hey, hey.